ポジア、こんにちは。今僕はリベルダージっていうところに来てます。サンパウロ市内のリベルダージっていうのはこう日本人街、そして、まあ、東洋人街っていう形で、アゴラ・エウエスト・エン・リベルダージで、今これからお昼ご飯を、こちらの日本食屋さんですね。名前なんすか？名前はちょっとわからないですエスタランチジコミテジャパネーザエボコメールアキってことで、ちょっとメニューを見てみましょう。まずボーベールカルダピオ、そんな感じでラーメンからこう海鮮丼、これ冷やし中華みたいなのありますね。ザルスボもありますね、はい、でこっちにいろいろ唐揚げ定食的なザーッとありますですが、僕もう決めてます。このまず昼ご飯はカツ丼一択です。エボコメールカツ丼、こちらですね。まあ、カツ丼、カツ丼どれでしたっけ？カツ丼これですね。あ、カツ丼これですね。まあ、カツ丼42ヘアイスなんで、ちょっと高めの、まあ、そうですね、16、まあ、カツ丼1杯1700円、1800円ぐらいベタジオでしちゃうんですけど、3ヶ月ぶり、4ヶ月ぶりのカツ丼食べようと思います。行きましょう。もうビールは用意されてます。あ、いただきました。お待たせしました。ありがとうございます。乾杯しましょう。鍋はです、鍋も鍋、あ、キムチ鍋定食。どうしようかな。おいしい。俺チキン生定食なんすか。チキン生定食、チキン生定食ブラジルでチキン生定食食べてみた。今リベルダージモっていう地名の食屋さんですかね。ここ今ヤマト君が、サンパウロヤマト君が撮影中です。チキンごまだれ定食、チキンごまだれ定食の和食ですね。でもうマナスのメニュー見ずにカツ丼一択で料理を申したいと思います。どうですね、こちらお店のカウンターです。こうやって日本のお酒が並んでいます。黒霧、イチコですね。ちょっとこれあたり食べられへんの、前は。チキン南蛮定食が今到着です。チキン南蛮定食シエゴ、美味しそうですね。見てくださいこれブラジルでチキン南蛮、いやあー、まだドレッシングの感じも。ハマさん、それは何ですか？チキンの、はい、味噌、ニンニクのせ、味噌、ニンニクのせということで、あ、カツ丼来ました。カツ丼到着です。で、来ました、カツ丼。もう見るからに美味しそう。そしてちょっとこの青のりを振るっていうスタイルですね。で、カツ丼、カツ丼単品ですか？これカツ丼定食じゃないんですけど、味噌汁からこうやって小皿がたくさんついてます。本当に日本スタイルですね。こうやってもう美味しそうなサラダまで来て、それでは実食いこうと思います。 ST ロジチアパン、まずちょっと水汁一口入れるんで。あー、いいですね。やっぱ味噌汁落ち着きますね。いただきます。めっちゃうまそう。これですよ。じゃあそれテレビ見えるだけで、そうやってなるほど。じゃあうまい、美味しいですか？デリシオーソ。何番目に美味しいですか？もうね、これこれホクホクのカツとこの卵がもう絡み合ったハーモニーがね、たまらないです、これ。すげー、いただこうと思います。